海と日本プロジェクト in 宮城。日本財団が推進する海と日本プロジェクトは、海への関心を高め、海を大切にしようというムーブメントを作り出すことを目指しています。遠洋漁業の基地として有名な気仙沼市、波が静かな入り江も多く、海苔や牡蠣、わかめなどの養殖漁場としても優れています。そんな気仙沼の海を見続けてきたのが NPO 法人森は海の恋人。前身となる牡蠣の森を慕う会が結成されたのは30年前。以来、森と海と人間の在り方を考え続けてきました。植樹祭をはじめとする森づくりの活動はもちろんですが、今一番力を入れているのが環境教育。メインは子どもたちなんですけども、こうやっぱり親世代もですね、同時に、知識レベルを上げていかないとなかなかその相乗的な効果というのは得られないので、もう本当に子どもさんから大人まで、対象にしております。自然をいいと判断するも悪いと判断するも、きれいとか汚いっていうのは人なので、人の心持ち次第でその自然環境というのは、良くなったり悪くなったりというのを繰り返すものだと思っておりますので、やっぱりその人の心持ちというところを伝えるためには、森から海までっていうその循環ですね、それを伝えるのが一番効果的だと思ってます。自然保護っていうところをこう突き詰めるというのも大事なんですけども、自分の子供とか孫の世代にその豊かな自然が残ってるっていうことをこう考えながら普段の生活を送るというのが一番大事じゃないかなと思いますね。海と日本。